小屋根塚古墳は宮崎県西都市にある前方公園墳。チャウスバル古墳群を構成する一基として1973年8月18日に国の史跡に指定された。チャウスバル古墳群はその分布状況から3つのグループに分けられ、小屋根塚古墳はそのうちの春日地区に属する。古来より雨の小屋根の命の墓と言い伝えられ、古墳名もこれに由来している。 前方部をほぼ南に向けており、分球規模は、全長110メートル、公園部計64メートル、公園部高さ7.5メートル、前方部幅63メートル、前方部高さ7.1メートルを測り、サイト市内では、女狭墓塚に次ぐ規模である。また縦型の周堀を有している。公園部には、戦時中に、用途不明の縦穴が掘られていたため、 1985年5月に、サイト原古墳研究所が主体となって、復元のための調査を実施したところ、年度核に包まれた白菜四十教一面、鉄拳二ぶり、丸玉853個、下玉7個が出土した。特に四十橋と打行条件は、日向地方では珍しい。四十橋には、青外作郷よろしまご東横校、 西欧母星流在差比百個在民義よろしまご固形の名文があるほか、文様を見ても全国的にも類例はない。築造時期は副葬品や噴系から五世紀期初頭から前半の中央の間と考えられている。チャウスバル古墳群には前方後円墳が小屋根塚古墳を含めて3基円墳が52基存在するが、発掘調査が実施されたのは小屋根塚古墳のみで、 詳細は不明である。特に、上野地区にある前方公園墳は、墳形が絵鏡式と呼ばれる古式のもので、小屋根塚古墳より古いと推定されるため、早急な調査が期待される。ありがとうございます。